さんんこにちはジュラシック・ワード・アライブロックド・邸宅の書斎までやってきました今日もバトルやっていきましょう。さあ、えっ、ー、とですね現在ですね、トロフィーランクは5192ということで。 かなり負け越してましててまですね、えー、どうなんですかねあの自分の腕が落ちてるようには思えないんですけどやっぱり周りの恐竜が強くなったのか皆さんの腕が上がってるのかねちょっと分かりませんがなかなか勝てなくなってきましたさあ、えー、アルデンティスさんでここはですね挽回おディロラ出してくる人いますねさあここはさあ1回目が勝負ですねスピード落とされたら次でやられちゃうことが確定なので さあディロラで牽制打ってきますか牽制だとねこれアーマーるからねあんま効かないんですよね。でこの人をディロラ出してくるってことはちょっと勝てるチャンスがあるかなっていう気がしてきましたけどさあここでどうするかなスピード落とされて、えー、確定で倒されちゃうのでこれ確定で倒されちゃうと次ね2倍が打てるかもしくは速度落とせる状態になるので結構5600で 1>, 1回で倒せないととかかなななりきついいい展開になると思まますテノントレックスで来ましたかさあこれ1回で倒せないので、はい、スピードを落としましょうと、はい、これでスピードを落としたらまた同様にですね先制も取れないので、はい、スピードを落とした後に、はに、い、また2倍を打たれちゃうのでこれはさすがに確定では倒せませんので、はい、2倍打っていきましょうでこれで交代しないと。 はいこれで2つ取られちゃいますからさあそうすると何出してくるかなそろどろぐらい来るのかなさあそろどろが来て1回で2233だからこれ倒されちゃいますねでここはまあ倒されてもいいんじゃないかな、えー、と思いますけどちょっとどうしようかなはいえー、ちょっとやられておきましょうかさあここで次ね向こう先生持ってるので はい、先生をですね、えー、こっちより速いのを出していきたいんですけどこれスピード一緒なんだけど向こうの方があのレベルが上なのでもうここはクローク打つしかないですね。はい、これは逆クロークなんで向こうの方が2回打てる状態になってるのでチャンスがあるんですがさあこれ1回でここまでしか崩せないとかなりきついと思いますがさあ1.5当たるかな、はい、当たらないと勝ちですね。 はい、これはかなり圧勝みたいな形になったので向こう的にはかなり悔しい負けになったと思いますが、はい、勝つことができました。